ボートレース若松公開勝利者インタビュー、11レースを制した貝原優希選手の登場でーす。勝利、そして今日誕生日でーす。ありがとうございま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 す。いやー、よかったです。どうぞお伺いいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。もう収集つかなくなりそうです。はい。はい。ステンレス、タンブラーです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。わ、すごい。もう一斉つけてもらいましてね。いいですよね。嬉しいです。はい。嬉しいです。はい、さあ、レースを振り返ってまいりましょう。はい、新入内から、1、2、3、4、5、6、1コースからいきます。スタートの感じは？はもう全速でいきましたね。はい。そうですか。はい。今日はあの2走目なんですけども、1走目も0台の後半で来ました。はい、船足はどうでしょうか。船足は行き足がいいですね。あ、はい、ありがとうございます。展示タイムもね、この中ではいいタイム出てましたけども、うん、そうですね、うん、なんかやっぱエンジンは良さそうですね。あ、じゃあ、あとは、いかにこう合わせていけるかっていう感じ。そうですね、そこなんですけど、うん、ちょっとペラ結構割と自分のゲージでの範疇をちょっと超えてるんで、はい、なんかこう難しいんですけど、はあ、まあでもあの調整していこうと思ってます。頑張って。そうですか。はい、はい、今日はね、あのまあ成績1走目も連に絡みましたんで、はい、まああの良しとしていいでしょうかね。そうですね、もうあの、うん、修正点だけしっかり直していこうと思ってます。はい、さあ、そして、今日誕生日を迎えました、はい、31歳おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にですね、31歳、はい、そして、明日に向けての決意をお願いいたします。はい、そうですね、まあもう31ですが、もうまだまだしっかりいいレースして、もっともっといい40代を迎えれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、頑張っていただきたいと思います。拍手お願いします。はい、ありがとうございます。貝原優希選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。